ニンテンドー 3DS ニンテンドーネットワークニンテンドーイーショップ Wii U ニンテンドーネットワークニンテンドーイーショップニンテンドースウィッチニンテンドーイーショップニンテンドーイーショップニンテンドーイーショップニンテンショップとは、ニンテンドーのゲーム機であるニンテンドー 3DS シリーズ Wii U、ニンテンドースウィッチを対象とした デジタル配信やソフトウェアに関する情報、映像の閲覧が行えるオンラインストアである。3DS は2011年6月7日より、Wii U は2012年12月8日より、Switch は2017年3月3日より、それぞれサービス開始された。ダウンロードソフトの購入、ソフトの情報や、紹介映像、テレビ CM などの映像の閲覧、ソフトの評価、 体験版のダウンロードなどを行うことができる。Wii ではダウンロードソフトの販売は Wii ショッピングチャンネルソフト情報の閲覧はみんなの任天堂チャンネルというように別々のサービスになっていたが任天堂 e ショップではこれらを一つのサービスに集約したような形となっている。Wii の Wii ショッピングチャンネルや任天堂ドシーの任天堂ドシーショップは ブラウザベースのソフトであったためページ切り替えなどのレスポンスが遅い欠点があったが、任天堂 e ショップではソフトの構造を変えたことにより軽快なレスポンスを実現している。なお、Wii U の e ショップで 3DS 用ソフトの情報を見ることもできるが、ソフトの購入はそれぞれの e ショップでしかできない。また、 チャージしている残高の共有は2013年12月10日の更新により同一の ID を登録すれば可能。サービス全体の UI、UX 設計は、任天堂の UI、UX デザイナー、藤野陽介が担当している。任天堂 e ショップを利用するには、3DS の本体のバージョンを最新にする必要がある。最新ではないバージョンの場合は、 3DS 本体をインターネットに接続して本体の更新を行う必要がある。本体のバージョンがバージョン2.00から 2J 以上になると 3DS のホームメニューに任天堂 e ショッ e のソフトウェアが追加される。また、オンラインストアという性質上利用時にも 3DS 本体をインターネットに接続する必要がある。インターネットに接続して ホームメニューの任天堂 e ショッ e を起動することで任天堂 e ショッ e の各種サービスを利用することができる。e3 やカンファレンスなどの直後からは期間限定で出展された 3D プロモーション映像がダウンロード配信される。任天堂 t e ー 3DS カンファレンス2011後の配信映像には当該ソフトのお知らせ機能が追加された。 2011年12月7日の更新によって、追加コンテンツの購入、体験版の提供、ダウンロードの後から、いつの間に通信により受信する方法も選択できるようになった。また、クレジットカード情報の保存機能や、ニュースのページに最新の更新があると、お知らせマークがつくようになった。ニンテンドーをはじめ、 各メーカーによるソフトの期間限定での割引セールもたびたび行われている。また、任天堂ネットワーク ID を登録した状態で、任天堂 e ショップを起動した場合、その後は e ショップを利用する際にログインが必要となる。基本的なシステムは 3DS の e ショップと同様だが、ホームボタンメニューに常に表示されており、 各ソフトウェアを起動したまま立ち上げられるようになっている。スウィッチをインターネットに接続し、バージョン2.00に更新することで利用が可能になる。スウィッチは、Nintendo Network ID は使用せず、Nintendo アカウントを利用することになる。配信は、スウィッチ専用ソフトのダウンロード版と、ダウンロード専用ソフト。バーチャルコンソールのサービスは、非対応だが、 ニンテンドースイッチオンライン加入者向けにファミリーコンピュータおよびスーパーファミコンのゲームをスイッチ上で遊べるサービスが提供されている。3DS や Wii U との残高共有はニンテンドーアカウントとニンテンドーネットワーク ID を連携し共有することで可能。その後に連携を解除した場合残高はすべてニンテンドーアカウントに残る。ニンテンドー E ショップでは 以下のソフトが販売されている。任天堂 e イショップで配信されるソフトのほとんどが有料となっており、決済方法は以下の流れとなっている。任天堂 e イショップを起動するトップ画面の残高の追加を選択する。本体に適当な額の残高を追加する。ソフトを選び購入する。本体にすでに追加されている残高からソフトの代金分が 引かれる。残高の追加方法は以下の通り、任天堂プリペイドカード番号記載部分本体に保存できる残高は最大2万円まで。ただし、2011年5月以前に販売されていた任天堂ポイントプリペイドカードや2011年6月1日以前に販売されていた任天堂ポイントプリペイド番号は、 3DS Wii U Switch への残高追加に使用することはできない。なお、Wii や Nintendo d o s e にチャージされている Nintendo ポイントを 3DS Wii U Switch に移行することはできない。ダウンロードしたソフトは d o s s i e w a r のソフトのみ、本体保存メモリに保存される。それ以外のソフトは、 SD カードに保存されるため、SD カードがないと購入したソフトをダウンロードできない。保存されたソフトは、ホームメニューの項目に追加される。ドシーウェアまたは、バーチャルコンソール、3DS 用ダウンロードソフトのセーブデータは、ダウンロードしたソフト内に一緒に保存されており、ソフトを、本体から削除すると、セーブデータも一緒に削除される。 一部の 3DS 用ダウンロードソフト、または体験版、ムービーのソフトは追加データと別々になっているため、ソフトを削除しても追加データが消えることはない。ドシーウェアのソフトは、SD メモリーカード SDHC メモリーカードにコピーすることができるが、コピーしたソフトを直接起動したり、他のドシー本体にコピーしたりすることはできない。それ以外のソフトは、 SD カードに保存されているため直接起動できる代わりにコピーすることはできない。ただし 3DS 関連のデータは基本的に Nintendo 3DS というフォルダにすべて入っているため SD カードを取り出して他の SD カードへ引っ越したり PC に一括バックアップをすることは可能である。発売もしくは発売予定のソフトに関する情報を閲覧可能。 動画のストリーミング配信も実施されており、任天堂 t e ー d 3DS の一部の動画では、みんなの任天堂チャンネルと同時配信されていた。日本と同じく、北米、欧州、豪州では、スイッチ本体からソフトの購入をすることが可能。2018年12月17日、韓国、香港においても、本体からの購入に対応した。これ以外の地域では、 スイッチ本体からの購入に対応しておらず、Web 版の e ショップからソフトを購入し、ダウンロード番号を取得。スイッチ本体でダウンロード番号を入力する必要がある。香港では、任天堂が運営する e ショップと外部が運営する e ショップが並行して存在している。プレイブリーデフォルトは AR 体験プレイができるプロモーションアプリとなっていた。 ソフトによっては体験版のセーブデータを製品版に引き継ぐことができる。電波人間の RPG フリー、ポケトル、みんなのポケモンスクランブルなどのようにアイテム課金を導入しているのもある。ダルメシスポーツ店はゲーム内で、値切ることで追加コンテンツの購入金額が変動する。ただし任天堂、d ドシーショップのサービス終了に伴う、払い戻し手続きの際に、 3DSWU スイッチの任天堂 e ショップの残高に振り返することは可能任天堂ドシードシーエルエル任天堂ドシーショップサービス終了に伴う払い戻しについて任天堂2017年3月28日閲覧購入時に残高不足分をクレジットカードやペーパルで追加した場合との記述がある任天堂 e ショップ ニンテンドースイッチサポート情報ニンテンドーニンテンドー2020年5月24日閲覧一部のソフトではセーブデータがコピーされないコピー自体ができないなどコピーに制限が設けられている場合もある Wii ニンテンドードシー他社サービスありがとうございます